BLCD コレクション、ひじき原作、悲しき人魚。人魚の呪いを受けて生まれたホリシ、海は生まれながらに漆黒に染まる右目を持ち、醜いあざが右半身を覆っていた。親からも忌み嫌われたあざを隠すように見事な墨を入れ、気のいい錦鯉のあやかし錦と、口は悪いが海には過保護、そんな金魚のあやかし黒と共に世を忍びながら生きていたが、お前本当に可愛いやつだな。インチキ霊媒師の御鍵との出会いが彼の日常を変えていく。綺麗だ海、俺は自分の意志でお前を抱く。これはお前のせいじゃない。体がカッカしてあんま覚えてねえけど、俺は御鍵じゃなかったら嫌だったぞ。化け物と呼ばれた青年と、笑顔の裏に切ない過去を秘めた霊媒師の恋、その前に立ちはだかる怪しい影。切なさと愛しさ、そしてもどかしさあふれる物語が一枚の CD となって皆様のお手元へ。さて、今回この心震わせる連城奇譚を紡ぐ役者陣をご紹介。まずは右半身には見事な入れ墨、右目は闇夜の海のような黒、身も心も美しく純粋で、それでいて艶っぽい。ダメだ。どうしたんだ御鍵。どうにもこうにもお前の良さを紹介するとなると尺ってやつに収まりきらねえ。バカ言ってな。とにかく人魚みてえに綺麗で純粋、若き天才彫師海を山下誠一郎。顔はまあまあだが、ヘッポコインチキ霊媒師御鍵に。ちょっと待った、それお前が考えた台本か。ああいや、俺が悩んでたら黒が代わりに考えてくれて。だろうな、あいつは俺に厳しいからな。下手でも何でもいいから、お前が思ったまんまを口にしてくれ。うん。霊媒師としての腕はいまいちだが、おう。辛い過去を背負いながらもおおらかで、俺を綺麗だって言ってくれた優しい御鍵を、小野勇気。十分だ、ありがとうよ海。ああ、俺お前の声も顔も好きだぞ海。待て御鍵、ちゃんと錦と黒も紹介しないと、後で脳みそ食われるぞ。そいつはごめんだ海についた優しさと残酷さを合わせ持つチャーミングな錦鯉のあやかし錦を、榊原ゆき。乱暴者だが海にだけは優しく、男気あふれる金魚のあやかし黒を、田所日向。粋な遊女の東さんを、武田花。いつも嘘くせえ笑顔を張り付かせてる上級霊媒師正一を、加瀬康之。俺たちの物語を閉じ込めた CD の発売は2022年2月25日、全国のアニメイト、ムービック通販、並びに CD ショップにて。価格は税抜き3000円。この珠玉の1枚、今なら特別にこの霊媒師御鍵様が1枚1枚念を込めてお届けだ。え、それ俺も欲しい。はっ、海、お前押し売りが来ても絶対家の戸開けるなよ。え、今のは悪いやつに騙されねえようにおまじないだ。ありがとうよ。かわいい。じゃあそろそろ閉めるか。黒と錦も家で待ってら。そうだな。一歩先のエンターテインメント、ムービンオン。お前は綺麗で優しい俺の人魚だ。